霧のタンスがあったんですけど、はい、ドラえもんのぬいぐるみをなぜか置いてたんです、母が、うん、なぜでしょうお化けとか幽霊がこう通ると、そのドラえもんがそれを言うと電池全部抜いたんですよ、うんうん、わはは、のび太くん空中ぐったいよってお母さんがって掴んで、はい、鳴ったんだけど、だから鳴るってば、分かりやすいように置いてんだから、うん、違う違う、電池抜いたんだよ、バンって音がして、完全に男の人の手の大きさでバンって手がついてて、キューって言って2階に向かってガーって上がってったんですよ、はい、母がこれ危ないね、好きと楽しいをシェアするデイトナオカルト部です、わー、またまたお願いいたします。